広報の小林です。急いで紹介する新車紹介コーナー、よっ始まりました。急がないといけませんの、はい、LM500H でございます。東京オートサロンの時に白い LM 飾ったのをご存知かとは思いますが、はい、それとはまた別の車でございまして、あれマットだったんですけど、はい、これちゃんとツヤツヤで、ツヤツヤで新車でございます。で、なんで新車かと申しますと、後ろに席がございます。本当だ、バージョン L でございます。 L でございます。 6人乗りの LM500H。 なんでこういうとこもね、こうロゴが入って、後ろ開けてみましょう。ボタンがございまして、はい、でこの辺もずっとこうね光る。開きますと見てください。お、壁がない。運転手の孤独感が軽減されております。大きいモニターとその下の冷蔵庫みたいなやつがありましたよ。そういうのがないんですけど、確か金額がこっちの方が安いんですよね。500万ぐらい、まあ、その辺の差があるのかな。乗ってみますとですね、エンジンがハイブリッドのターボなんです。クラウンクロスオーバーとかで採用されてるジアンレクサス。ハイブリッドのターボなんで、だいぶ出力がね、いいんで走りもいいと思います。アルファードデルファイアにはないエンジン。4人乗りとこの辺の雰囲気は変わらないようですね。で、ここにドライブモードっていうのがあって、ギアコンフォート。アルファードデルファイアは乗り心地をドライブモード変えても変わらないんですけど、足回りに調整機能がついてるので、乗り心地が変わるんです。なのでダンパーの開発がより大変ということで、あの純正でもすごい乗り心地がいいので非常に難しいですが、頑張って開発していきたいと思います。ちょっとこう試乗してみたいと思います。これ知ってますか？オートクローズ。すごい、オートクローズ。ちょっと随分と高級な。金さん後ろどうですか？まあ動いてないから。椅子もやっぱりなんか違いますね。柔らかい。本当気のせいじゃん。はい、もしかしたら落ちてるだけで。あ、速い。やっぱ走りますね。すごい快適ですよ。うわ、すごい乗り心地がいいですね。これは運転する車じゃないね。ちょっとリアコンフォートやってみようよ。見てみよう。あー、トヨタ自動車さんとかレクサスさんがあれして作ってますから。確かに揺れが少ないかもしれない。ノーマルでも十分で良かったんですけど、スポーツにすると硬くなるんだよね。なるんだ。あ、なんかこれ後ろが変わってる。いや全然違います。全然違う。段差の乗り上げとかも突き上げがいいですね。ちょっと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 、これは開発大変ですね。悩むね。スポーツにしてないとかね。こっち行ってみようか。サスペンションだけじゃなくてアクセルレスポンスとかも変わる。多分レスポンスが変わりつつ乗り上げも変わるんですよね。メーターもなんか赤くなりましたよ。本当だ。乗ってる人にもこう、まあ、大体あるわけです。壁がなくなってますから。そうですね。これでも会話しやすくなってる、ね。そうですね。だいぶ。これはちょっとこうコミュニケーションが取りやすい。ちゃんとスポーツで。あ、アクセルレスポンスは全然違います。違います。はい。乗り心地は乗り心地はなんかさっきのノーマルぐらいの感じですかね。はい、いやでもこの車速い。まもなく信号が変わります。 LM500H 最高です。とてもいい車でびっくりしておりますが、はい、エアロパーツとかですね、はい、サスペンションシステムとかこれから開発して発売していきますので、 LM をベースにカスタムまで考えている方はぜひ期待してください。はい。